吉田さん、給料を上げる方法ね会社に入っていて給料が上がんないなって感じるのはやっぱり会社がおこいつの給料を上げてやらにはいけんなっていうふうに思わせてないからでしょうねだから利益を上げてくれる社員とかお客さんを呼んでくれる社員とか社内の環境を良くしてくれる社員とか 上司や部下にねものすごく従順,従順で柔軟な社員クビにしますかねこいついなくなった方が会社全体のためになるなと思うからまあクビにすると思いますしこいつに嫌われても別にどうってことないやって思われるからなんかねいじめられるのかもしれませんしね、うん、まあ大会社とかだったら別なのかもしれませんけども まあ、社員数が50名以下とか100名以下の小さな会社でね、派閥作って揉めてもしょうがないんで、やっぱり全ての人材を生かす方向に動くと思うんですよ。でも、商売の原則とか社、組織構築論の原則の一つに、使えるものは使え、使えないものは使うなっていうね、ものすごくシンプルな言葉があるんですよ。だから、使っていただけるように使える自分になっていくことと、 使ってもしょうがないような使えない自分になるのとどっちがねクビになるのが近いかどっちが給料をより多く上げたいと思うのかですよねだって会社の経営者にしても例えば私が経営者としてねライバル会社があるわけですようちの会社でクビになったやつはライバル会社に行く可能性が強いわけですよねそうなったら有能な人間をクビにすると有能な人間はライバル会社に就職して自分の会社を苦しめる可能性があるわけですよでも こういったあれですけども無能な人間が会社を去っていって他の会社に採用されたらその会社の足を引っ張ってくれるから楽々商売に勝てるわけですよね、まあ、そういった感じで給料がどうしても上がんないなーっていうふうに思ってらっしゃる方がいたらいろんな原因はあるのかもしれませんけども給料を上げてやらんにはいけんなこいつって思えるような自分になっているかなとか。 上司が気に入らないとか部下が使えないとかねお客さんとも揉めたみたいなことを言ってる人って果たして給料上げてあげようって誰が思うんですかってことですよねまあ、シンプルにそういったところを選んで自分で就職したわけですから気に入らないなと思ったら辞める自由があるしあこれいいなと思ったら継続して働かせていただくこともできますしねあの車を買いましたね夏のことですけども おこの車は結構いいなと思って買ったけどもあれダメだったなと思ったらやっぱり手放なく一刻も早く手放すことを考えると思うんですよ。だって乗るたんびに不愉快になるじゃないですか。ね、だから会社も同じでこう出勤するために不幸になったりとか不快になったりするんだったらやっぱりね精神衛生上もやめてもらった方がいいしやめた方がいいしってことになると思うんですよ。で車だったらね 別にああ買ってみてしまったなと思ったら次の車検の時期とかに買い替えることもできますけどもこと会社って気に入り気に入らないで辞めたりなんだりしていくと今度ねダイレクトにに生活費にあの影響出ますからねだから金のために仕方なく働き続けるみたいなことになって金のために仕方なく働いてるからいざこそも起きやすいですよね。うん、でも 誰かのためになりたいとか自分の体を身を粉にして働いてねお役に立ちたいと思ってたらこうむしろ人のスストレスを受け止めるるって喜びに変わるはずなんですよなんで俺がこんな目に遭わなくちゃいけないんだよと思うのかあ大変なことは全部私に任してくださいって思えるのかじゃあどっちを採用したいかってことになりますよね。で今日ライブ放送でお話したのは介護業界のね給料が何で上がらないのかってことですけどもあの 価格が決まっているから給料が上がらないっていうまっとうな意見もあったんですけども、うん、でも介護の仕事に従事している方が新しいサービスや新しい商品を作ってますかってことを考えると途端にね口をつぐんんじゃうんですよやっぱり有料でないと別料金じゃないと受け付けないサービスっていうのは別に誰でも作れるわけですから売れる売れないっていうのは今度はねお知らせする方法と対象となる人に対して 有効になってくると思うんですよねお金がない人に対して100万です200万ですっていうのか大富豪でね介護が必要になった人に100万です200万ですっていうのか全く環境変わってくると思いますしじゃあどんなねそんなねお金持ちで介護が必要になった人どこにいのってたらそれは探しに行きましょうって話ですよね。必必ずずどっかかにいますから大富豪も必ず最後は 看護師さんや介護士さんのお世話になるっていうのは誰もが分かっていることですからじゃあそういったつながりを求めてますかつながりを探してますかってことになるとう別にしてないわけですよね、うんうん、少なくとも私は大富豪の介護士を希望してますっていうふうな情報を発信することができると思いますんで、うん、結果うまくいくかどうかは分からないけどもやらないうちにそんなうまくいくかよみたいな、うん、ことではないと思うんですよ。 まず挑戦っていうのは結果は確定してないけども第一歩を踏み出してみるっていうところにその進化があるんではなかろうかと思うわけですけどね。果たししていかかがでしょうかね、うん、じゃあ今日は以上です。いってらっしゃい。